物価高騰を受けて都が進める QR コードの支払いへのポイント還元事業が来週月曜日から始まります。小池知事は今日の会見で、早いものがあるとスピード感を強調しました。東京都は来週月曜日から対象の店舗で QR コード決済で支払った場合、最大10%上限3000円分のポイントを還元する取り組みを始めます。 スーパーや居酒屋のほか、理髪店やクリーニング店などおよそ35万店舗が対象になる予定で、物価高騰の影響を受ける都民の生活を支援する狙いです。今回の還元と現金給付のスピード感の差を問われた小池知事は、QR コードを活用することでの速さと経費の軽減を強調しました。それは早いものがありますし、えー、それから、あのー それにかかるさまざまな経費についても軽減をされるということから、一番今の段階で何が最も効果があるのかという観点から、今回の政策で進めていきたいと考えております一方で、キャッシュレス決済になれない人への対応については。 使い方を丁寧に伝えるサポートを行い結果としてキャッシュレスに慣れてもらうとして別途取り組みを設ける考えはない姿勢を示しました今回の取り組みは今月31日までの予定ですが還元額が予算額に達する見込みとなった場合には前倒しでの終了となります